こんばんは、シュガーバターです。今回は、私が持っているブラザースキャンカット CM300 で、いつもシェーカーキーホルダーのフィルムをカットしているんですけれども、ショート動画で出したものが、少しこう反響が大きかったので、いつもどんな風にカッティングマシーンでフィルムをカットしているのかというのを、動画にして皆さんに見ていただきたいと思います。これからカッティングマシンを購入予定の方や、フィルムをカットするのはすごく面倒くさいなと思っている方の、参考になればいいなと思います。では行ってみましょう。はい、こんな風に、いつもクリアファイルに入れて保存しています。すぐに使えるように結構大量にカットして、置いています。これ全部カッティングマシンで切ったものです。結構ね、汚したり落としたりなくしたり私はよくするので、たくさん代わりがある方がとても便利です。で、こちらプラ板ですね。別に何でもいいと思います。透明なプラ板、余ったものを持ってきてシェーカーのモルドの上に乗せてマッキーでフィルムの大きさにプラ板をカットしていきます。こういうのを一つ作っておくと手切りの時にもね、1枚欲しいなと思う時ちょっとカットするのに便利です。はい、シェーカーのフィルムをカットするのに、スキャンカットはスキャンという機能があるのでスキャン用のハートの形を作っていきます。この形の通りに OHP フィルムがカットされます。スキャンしてカットしてくれるのでパソコンを使わずに本体だけでカットができるのがとても便利です。この機械を買うときにクリカットと、すごく交流どちらにしようか悩んだんですけれども、こうあまり機械に強くなくパソコンにもあまり強くない私か外国製品を買ってもし使えなかったらすごく悲しいので、ココさんのブラザーと製品を買いました。はい、スキャンカット CM300 の本体です。電源を入れていきます。最初起動すると、刃が初期位置に移動します。この紙をカッティングシートの上に載せていきます。このカッティングシートは最初からついてました。使っていると徐々にひっつく力が弱くなってくるので今かなりちょっとひっつく力が弱いです。途中で剥がれないようにしっかりひっつけて機械に入れていきます。まずはスキャンしてカットデータを作っていきます。まずはカッティングシートを機械に挟み込んでそこからスキャンしていきます。結構大きな音がするのでちょっと最初はびっくりします。それでですね、私これ本当はこういう使い方をしてはいけないんですけれども、カッティングシートの、粘着がかなり弱くなってしまってマスキングテープで、スキャン用の紙をひっつけていて、多分そのテープか何かが中に取り込まれてしまって何かおかしなちょっと動きをするようになってしまいました。スキャンしたデータに謎の線ができております。まあ、ちょっとそれは置いといて、カットできるところだけカットしていきたいと思います。はい、こちらセリアの OHP フィルムです。開けてすぐに袋の粘着で汚してしまいました。こういうことするんですよね私。ちょっと粘着力が弱くなっているカッティングシートの上にしっかり貼り付けていきます。この粘着力が弱くなってきたカッティングシートはとっても危険でカットしている最中に外れてしまったりするとかなりビビってしまって大パニックなのでしっかり引っ付けて いきたいと思います。
はい、本体に保存したカットデータを呼び出して実際にカットしていきます。過去にいくつかスキャンしたものがあるので、その中からちょうどいいものを選びます。ペンで書いていても一部スキャンできてないハートの部分がありますね。ペンの太さによってなのか、認識できないものもあるようです。はい、これでこのデータでカットしていきます。最近カットしている最中でフィルムが剥がれてしまってカットできなくなってしまうことがあるので、カット中もひっつけながらカットしています。カッティングシートを掃除するようなスプレーがあるみたいなので、それを早く買いたいと思います。はい、カットが終了しました。カッティングシートを排出していきます。はい、機械トラブルでちょっと一部だけしか切れてないんですけれども、はい、いくつかはカットできました。 OHP フィルムって何かこう特殊な塗料がついているのか、手で触るとすごく曇って、使えなくなったりするので、まあ、カッティングマシンで切るととても効率的で、汚れずにカットできます。仕事で忙しいとこういった、ちょっとした作業の時間も惜しくなってくるので、こうやって効率的に、作業を進めていってます。はい、ちなみにオーロラカラーのシェーカーを作る際に、パールカラー折り紙もカッティングマシンでカットしています。くり抜く作業って結構難しいので、カッティングマシンでやると綺麗にできます。はい、今回はブラザースキャンカット CM300 で、OHP フィルムのカットの作業動画でした。ここまで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ、またねー。